アメリカ国防総省は29日中国の軍事動向に関する年次報告書を発表しましまた。それによりますと現在、中国が保有する運用可能な核弾頭の数は400発を超えるとして2年前に示した少なくとも200発との見積もりから倍増したことが分かりました。 このペースで拡大を続けた場合2035年までにおよそ1500発を保有する可能性があるアメリカ国防総省は核戦力強化への取り組みは10年前と比べて規模と多様性の両面で凌駕していると懸念を示しています世界の核弾頭保有数は1位がロシア 2位がアメリカで、中国は350発で3位と推定されています。今世紀半ばまでに世界一流の軍隊にするという目標を掲げる習近平国家主席。軍備を急拡大させる中国の狙いについて専門家は、アメリカに対する抑止力を高めてアメリカと対等になるということです。 例えば西太平洋、インド太平洋地域の西側の方でま中国がま自由に行動できる状況を作り出すということなんだと思いますその中には台湾武力侵攻も含まれる可能性が高いと思います